NATO8 日から演習、対露・抑止力強化米国防総省は5日、北大西洋条約機構 NATO の軍事演習フォーミダブルシールドを8日から26日に実施すると発表した米海軍のほか NATO 加盟の十数カ国が参加ウクライナ侵攻を続けるロシアをにらみ欧州・大西洋地域で抑止力強化を図る国防総省によるとフォーミダブルシールドは奇数年に行われてきた 今回は20隻以上の艦船やステルス戦闘機 F35 を含む航空機35機を投入し NATO 加盟国の兵士ら計約4000人が参加するそういうことばかりするからロシアは危機感を感じて NATO 近くの国や加盟したい国に圧力や戦争を仕掛けるんだだいたい約束を破って5回も NATO 拡大させたのが一番の原因アメリカは本当に周りに争いしか持ち込まない ウクライナ政府ロシア軍の監視と攻撃を行うドローン操縦士1万人育成へ何機あっても足りないドローン何人いても足りないドローン操縦士2023年5月にウクライナ政府はウクライナでドローンのパイロット操縦士を1万人育成するとミハイロ・フェドロフ副首長がウクライナのテレビに出演したインタビューで語っていた2022年2月にロシア軍がウクライナに侵攻 ロシア軍によるウクライナへの攻撃やウクライナ軍によるロシア軍侵攻阻止のために攻撃用の軍事ドローンが多く活用されているまた民用品ドローンも監視偵察のために両軍によって多く使用されているそして両軍でドローンの撃墜が繰り返されているウクライナ政府はウクライナ軍が監視偵察攻撃で使用するためのドローンを調達するために政府が運営しているメディアを通じて世界中に寄付を呼びかけている ドローンとドネーションを掛け合わせてドローネーションという造語も作っているまた世界中から集められた寄付で開発や調達したドローンでロシア軍を攻撃するプロジェクトを総称してアーミー・オブ・ドローンズプロジェクトと呼ばれている今回のドローンのパイロット操縦士1万人育成もアーミー・オブ・ドローンズプロジェクトの一環であるウクライナ軍では小型民生品ドローンを使用して監視・偵察を行っている また世界中からの寄付で調達した小型民生品ドローンに爆弾を搭載して地上にロシア軍を見つけたら投下して爆発させているまた爆弾を搭載した小型民生品ドローンごとロシア軍の戦車や塹壕などに突っ込んでいき爆発させているドローンの操縦は他の戦車や戦闘機を操縦するのに比べたら習得するのははるかに簡単である欧米から提供された兵器の使い方を習得するために ウクライナ兵がイギリスやアメリカに研修を受けに行くことがあるがドローンの習得はそのようなことは一切不要であるしかもトレーニングが終わったら即戦力としてすぐに最前線のロシア軍を偵察したり攻撃したりできるウクライナ軍では毎日24時間何機ものドローンを飛行させてロシア軍を監視したり攻撃したりしているので実地での訓練 OJT もいくらでも可能である ウクライナ軍だけでなくロシア軍も多くの監視偵察ドローン攻撃ドローンを使用しているこれだけ多くのドローンが戦場で使用されたのは歴史の中でも初めてであるそして監視偵察ドローンも攻撃ドローンも探知したらすぐに迎撃されて破壊されてしまうそのためドローンは何機あっても足りない24時間常にあらゆる場所で上空からドローンで監視してロシア軍を探知したらすぐに攻撃を行っている そのためドローンのパイロット、操縦士も何人いても足りない精鋭部隊も使い捨て勝利を自ら捨てたロシア軍は近く回想化兵器技術やハイブリッド戦でも敗北ロシア軍がウクライナに侵攻して14か月以上が経過したこの間ロシア軍の兵器は米欧製のジャベリン対戦車兵器ハイマース長射程精密誘導ロケットシステム スイッチブレード自爆型無人機などの兵器によって国家微塵に破壊されているロシア軍が戦力で圧倒的に優勢だったにもかかわらず勝利できない大きな理由の一つは報道にもあるように兵器の性能が劣っていることだまた脅威であると見られていたロシア軍の電子戦やサイバー攻撃などを含めたハイブリッド戦もことごとく見破られてウクライナ軍の防御的措置が取られた ウクライナ軍に勝利でできないもう一つの理由である。戦争目的や目標を達成する覚悟なし米国の研究所などの情報をまとめるとロシアの戦争戦略ではウォロデミル・ゼレンスキー大統領の政権を崩壊屈服させウクライナをロシアの傀儡政権の国家にしたいという目的があったそして短期間にウクライナの全域あるいは首都を占領しようという戦争目標があったと考えられる。 このための軍事作戦としてベラルーシを含めたロシアとウクライナが接する国境の全域から攻撃を行った作戦がうまくいくと想定した場合ウクライナ全域を占領するというのであれば両国の国境線約2000キロの全正面から同時攻撃するのは当然採用される作戦だと考えてよいだろう全域を占領する作戦がうまくいかない可能性が高い場合の案としては 次の3つのうち1から3の順に優先順位を決めて作戦することであったはずだ。1、政権を転覆するためにキーウを占領する。2、ロシア領内からクリミア半島までの回廊を確保する。3、ドンバス地域を完全にロシア領にする。しかし、2と3だけでは戦争を目的、目標の達成とはならない。ロシアはキーウ侵攻作戦が失敗に終わったため、早々に一応諦め、 2、クリミア半島までの回廊の確保と3、ドンバスをロシア領にする作戦を採用したこれはロシア軍の現実的な戦力から判断すればやむを得ない判断だったのかもしれないだがこの案を採用しても戦争目的、目標は達成されずウクライナの現在の政権が存続する間は徹底的に抗戦される可能性は残ると考えたはずだロシアはキーウを占領することを諦め ウクライナ政権の息の根を止めることに集中しなかったのだこれがロシアが苦戦に至る党員となった今振り返ってみるとロシアのウラジーミル・プーチン大統領は戦争目標であるキーウを早期に占領しゼレンスキー政権を潰して戦争を終結させるためにロシア軍のすべての戦争手段を投入しなかったその覚悟がなかったことが致命的であったプーチンの誤算軍の腐敗 ロシアは戦争目的、目標を重視して短期間に作戦を実行すべきであったその理由を次に述べるミハイル・ゴルバチョフ氏が1985年、初期相に就任しペレストロイカロシア政治体制の改革の方針に基づきロシア軍の解体が始まったソ連邦崩壊後には軍の解体に拍車がかかったその後、ロシア兵に給与が払われなかったり、支配されたりが頻繁に起こるようになった。 そのためロシアの兵器や弾薬は倉庫から盗み出され海外に売られた米国は当時ロシア軍は脅威ではなくなったと発表したまたソビエトミリタリーパワーというソ連軍の実態と脅威を紹介した米国国防情報局の報告書は廃刊にされた約10年後にプーチン氏が大統領について軍の健全化と即応体制が部分的に回復したが軍内に救った腐敗は残ったままだった 世界に恐れられた旧ソ連軍の軍隊には戻っていなかった軍全体の軍機が腐敗してしまい10から20年かかっても回復できなかった首都モスクワなどのウラル山脈の西側欧州方面では回復が早かったのだが中央から遠く離れた地方例えばウラル山脈以東の旧極東軍管区や旧シベリア軍管区では回復させるのは難しかった ななぜなら軍中央総参謀部の命令指示が行き渡らず目が行き届かなかったからだプーチン氏は中央の目が届くところや近代化を進めていた戦略ロケット軍という近代化が進められた軍部隊を主に視察していたまたモスクワで開かれる戦勝パレードで精鋭の部隊や兵と装備を見ていただけなので軍の腐敗した実態を把握できてはいなかったソ連邦崩壊前から始まった ソ連軍解体と縮小兵士への給与の未払い兵器とその部品弾薬の窃盗と横流しなどでロシア軍の規律士気はどん底へと落ちていった2000年頃から少しずつ戻り始めたもののソ連軍解体前の強いロシア軍には戻ってはいなかった特にシベリア軍管区や極東軍管区では兵器の墓場までできたこの軍の実態をプーチン氏が十分に把握していれば 今の段階でウクライナを占領し屈服させるという本格的な戦争を仕掛ける愚かなことはしなかったはずだこれらのことは防衛省自衛隊の情報分析官として旧ソ連軍やロシア軍特に旧極東軍管区やシベリア軍管区を長年分析してきた筆者の知識に基づく結論である。